2014フィーファワールドカップで、ウルグアイ代表のフェルナンド・ムスレラから得点を奪う、ウレーニャ、マルコ・ウレーニャは、コスタリカ出身の同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。マルコ・ウレーニャやマルコ・ウレーナと表記されることもある。プリメーラ・ディビシオンでコスタリカの LD ・アラフエレン制で、選手となった。2011年3月にロシアプレミアリーグに、所属する f c クバンクラスのダールに移籍。 リーグでは31試合に出場したものの、一得点も獲得することはできなかった。2014年8月には、デンマークスーペルリーガの FC、ミッティランに4ヶ月の契約で f c クバンクラスのダールからレンタル移籍した。同年12月10日に完全移籍。2016年7月21日、ブレンビー・イーフへ3年契約で移籍した。 2017年1月27日、メジャーリーグサッカーのサンロゼアスクエイクスへ移籍した。2017年12月12日、2017年の MLS 追加ドラフトでロサンゼルス FC に指名され、移籍した。2009FIFAU-20 ワールドカップにコスタリカ U-20 代表として参戦、3位決定戦で、 ハンガリー U-20 代表に敗れ4位となったものの彼はこの大会で3得点した。2009年5月13日に行われたベネズエラ代表との親善試合で A 代表初出場。2011年1月14日の2011コンカカーフゴールドカップホンジュラス代表戦で初得点。2014年6月には 2014FIFA フフ。 ワールドカップの本戦のメンバーに名を連ねた。開幕戦となったウルグアイ代表戦では決勝点を挙げ3から1での勝利に貢献した。2014年5月に結婚した。ありがとうございます。